なんでなんで、
ならさへん。そうそうそう。それ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 朝の、違う、朝日。朝日が、ももに、光をくれてます。光をくれてます。いや、嬉しかった。そうスクショ撮った。夜になった瞬間、めちゃめちゃスクショ撮って、今日の朝もなんならスクショ撮った。ありがとうございます。なんでパジャマじゃないんだ。え、パジャマはもう朝き、起きたらすぐ脱ぐ。高校生、高校生って理科で習うよね。理科で習うよね、なんか。なんか習うよね。なんか習うよね。モタンと会えなくても、モタンのファンの方とサイリウム振ってガサガサやって楽しいよ。いいじゃん。モモはたとえそのね、対戦する方がみんなサイリウム振ってなくても一人で振ってるんですけど、一人で振ってるんですけど、一人で振ってるとちょっと寂しいのでね、皆さんぜひモモタンだったらサイリウム用意お願いします。光合成するのしないよ、もうでしょ、もう足よ。ハートありがとうございます。日は出てないよ。でもなんかあんちゃん夜より明るくない。モータンピンクのサイリウム買ってない。違うの、違う、今日、ちょっと聞いて、これ言い訳させて。今日ね、なんかピンク最初はあったんですけど、頭からピンク買うの忘れちゃって、3回戦ぐらいピンクなしで、ちょっとごめんなさい。毎回用意してます。イエス。酸素を出すんだね。うん、違う、二酸化炭素。逆、トコさんありがとうございます。人間は酸素を吸って二酸化炭素を出します。木は反対です。木は酸素を吸って二酸化炭素じゃない二酸化炭素を吸って酸素を出します。一回だけ、違う、忘れてた、ごめん。コココココン、マリケンコのオコン、ありがとうございます。サイリウムカラー変えてるの、変えてないよ、ピクピク日和です。多めに交換しておいた方がいい。めっちゃ多めに交換してるよ。ほぼね、1回でね4回買って40本ぐらい買う。ももね、多分今までのね、サイリウム買った数ね、世界で誰よりも多いと思う。誰よりも多いと思うよ。大人が言ったやつ。だから多分みんなよりも絶対メンバーよりも一番ね、今まで買った数多いと思います。世界の、うん、それ間違ってるでしょ。おはようございます、おはようございます、来てくれてありがとうございます。マリケイコの奥番、ありがとうございます。子供がい、大人がいは聞いたことあるけど、子供がいは聞いたことない。子供がいは聞いたことないな。今日も可愛いですね、ありがとうございます。先ほど2回対戦しました、ありがとうございます。モータン大富豪、自分ではめっちゃ頑張ってるからね。パパさんとママさんも、パパさんママさんもね、モモが昼間にできないので、たまに、いや、たまにっていうか結構昼間にママの携帯を借りてモモがやったりしています。なんで昼間にモモと、ママと当たると、モモがやってる可能性もかなりあります。ほう、ママにスマホ貸してって言って、モモが横っていうか、昼間ママの携帯でやってました。しだよ。昨日もオーパパと対戦しました。称号がどんどんレベルアップしました。今何？ハッピネスとかパラダイス、パラダイスより上欲しいよね。なんかスタンプ連打で分かる、あ、分かる。分かる、ハッピネス、ハッピネスの上
題ってなんだっけ、ロマンス、ん違う、ハピネスのパラダイス。ごめん、なんかさ、折り紙のこれがさ、取れた。あー、びっくりした。あごめん、ごめん、めっちゃびっくりした。びっくりした。お化けかと思った。お化けかと思った。やっと奇跡になりました。イエイ、もーたんの声でびっくりする、ごめんなさい。びっくりした。イヤホンご注意ください。ハートありがとうございます。こっちもゆっくり。うーん、今から朝ということで運動をしていきたいと思います。今日は、はい、やっぱり朝といえばラジオ体操なんですけど、だからラジオ体操だとね、曲がゆっくりなので、今日はね、なんと、朝からダイエットダンスをやりたいと思いまーす。イェーイ。今日は、ラジオ体操は、ちょっとね、ゆっくりなんで、もう激しく朝から、朝から、ラジオ体操じゃないダイエットダンスをやっていこうと思います。はい、なので皆さん、スタンドアップ。ダイエットダンスをしていきたいと思います。朝から動きますか。はい、ママなんか朝から滑り台踊ってたよ。ママね、朝からね、滑り台踊ってました。はい、それでは、よいしょ、ダイエットダンスを3分間スタート。あー、音出ちゃって、あ、はい、オッケー。はい、歩きます。前パンチ、前パンチ。みんなやってる？前パンチ。はい、お腹引き締めて。これなんだろうね。あれ？
スイクン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 、マリケンコの奥番ありがとうございます。怖がれませんおっぱいありがとうございます。本当にやった、みんな。電車の方は難しいと思うんですけど、電車じゃない方はね、ぜひやばいに興味があります。よかった、やつなんかディーン。はい、見てました。ええ、見てた。いや、やったよ。点が多くないはい、もう汗だからって別に関係ないでしょイメージトレーニングした。まあまあそれも大切ですよねやったよ、もう絶対やってないじゃんここか、ピンで止めちゃった。ちょっとピンで止めまーす。そのここだけね、長いの。みんなできるわけありません。それではじゃあ15分経ったのでテレポートしたいと思います。明日やります。絶対絶対。はい、じゃじゃーん、今日のももの朝ごはんです。376日ありがとうございます。今日は朝ごはんに、なんか鮭わかめ、なんか鮭わかめっていうおにぎりを食べました。こんなでかくないけどこんな大きくないけど鮭わかめです。なんかさ、よくあるじゃん、ももが描きましたももが描きました。ゴミ捨ててきます。あ、ゴミの日よ。パパも持ってってた。もちろん自分で作ったんですよね。え2個だ、1個混ざっとるやつかな。そう、なんか中に入ってるっていうより、なんかもう全部に混ざってる、一つ。そう、鮭わかめっていう、なんか袋入りみたいなだけど目にも見える、見えるでしょ、どっからどう見てもおにぎりじゃん。こんな特大じゃないよこんなに大きくない、もうちょっとちっちゃいえ、わかめをさ食べると髪が生えるって本当？え、なんかさ、よくさ、なんか髪、なんかわかるなんかわかめ食べると髪生えますみたい、本当あるって。あ、嘘あ、そうなの、そんなわかめ、あ、ね、あ、そう、あと、ありがとうございますそうなんだそうなんだ、なんかよく聞くけどね、そうやって。ここメリケンコのアクマン、ありがとうございます。それを信じて生きてきました。もうもうそれを信じてたカメはもうもうはね、別に何回も言うように別におはぎちゃんでもいいですからはい、カメの量はね別に関係ないのでカン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 、メリケンコのアクマン、ありがとうございます。しぐれおにぎりが好きです。あー、好き、もも笑うのありがとうございます。昆布も食べれるよ。長年信じて食べてきましたもうはおにぎりの具材で食べれないやつないかも食べれないやつないかも。ちょっと待って、これ変えるね。ダイエットダンスしてないもんね、もう今
みんな今からお仕事ですか？はい。しぐれおにぎりが一番好きだな。でもだ、明太子も好きだよ。でも梅干しも好きだよ。あと何がある？何がある？あとエビマヨも好きだよ。皆さんお仕事ですか今から？はい。じゃあお仕事に行く前はね、やっぱりもりもりキャッチフレーズお仕事に行く前はね、キャッチフレーズを一緒にすると元気になるということなので、今からキャッチフレーズをしたいと思います。それでは行きます。今日も元気でーもーりもーり、桃から生まれた13歳のもーでーす。はい、これで今日はお仕事も素早くこなせると思いますお仕事もね、素早くこなせるんじゃないかと思いますでしょ。チューニングお願いします。わかりました。それでは朝みんなに元気を与えるモリモリチューニングというものをやっていきたいと思います。それではいきます。モリモリチューニング、ピープシュ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 ないよ。ガンチューじゃない。誰がお尻に？聞く？はい。なのでね、今日はどんなお仕事でも早くこなせると思うので、頑張ってください。目が覚めました。おお、よかったから。鼻の穴に入った。あ、ごめん。ごめん、それはごめん。保健さん、キューキ研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。聞いたのでお花摘みに行ってきます。あ、はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい。ということで、ランキングを読んでいきたいと思います。5分前ではちょっと間に合わないので、今から読んでいきたいと思います。13位。何これイカから、何これ、なんか、イカからピンクの物体が出てきてるアバターの方、ありがとうございます。どこで見つけるの、これ。ジュリー。あ、人間。飛び出してないや。これは何？カレー？カレーライスの、じゃ、人間の上にカレーライスが乗せてるやつ。ありがとうございます。11位、お前の女の子のアバターの方、ありがとうございます。10位、審査員、猫、合格。イエイ、合格した。はい、猫が審査員になっちゃったアバターの方、ありがとうございます。9位、耳長うさぎのアバターの方、ありがとうございます。うさぎは耳長いか。8位、ふいちゃんのアバターの方、ありがとうございます。ラッキーセブン。何これロケット？ロケットの中に顔の色が3色ある人間かよくわかんないアバターの方、ありがとうございます。着替えるの忘れてたなんて6位、濃いアバターした方、ありがとうございます。5位、白い巨大なうまるまるのアバターの方、ありがとうございます。これどこで見つけるの4位、家より猫が、家より猫の方が大きいアバターの方、ありがとうございます。これ猫超巨大じゃない？家がちっちゃいのかな。3位、何時から？国語テスト0点だって。いや、なんか親近感湧くじゃん何これ、なんか国語テスト0点で上から恐竜が火入っちゃったみたいなアバターの方、ありがとうございます。ペンギンさんのアバターの方、ありがとうございます。なんかめっちゃ親近感湧いたんだけどそれでは今日の1位は、じゃあ0点じゃないですか。ペンポンパンポン、ジャガ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 ジャン、
今日の1位はチョコとイチゴでできた猫ちゃんのアバターの方、ありがとうございます。ちょ、0点じゃないよ。はい、それではいきます。せーの、 L O V E、 チョコとイチゴでできたアバターの方、ありがとうございます。すごい確認します。やめて、あんのすごく確認。それでは本当の朝のガサガサタイムです。できないので明日ぜひ見てください。バイバーイ。